んにちは、ゆめこです。さっきーです。なんと今回から授業準備 TV の MC を務めさせていただくことになりました。皆さんのお役に立てる動画を配信していこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。そして我々が MC を務める記念すべき第1回目の企画は、100均で手作り授業グッズを作ってみたということで、100均で手に入る商品を活用して先生の抱えるお悩みや課題を解決してくれるアイテムグッズを作ってしまおうという企画になっています。さてさっき、今日は何を作っていきますか？はい、今日のグッズはフォレスタネットにご投稿いただいているものの中から1年生の算数で大活躍するグッズ、こちら手作り二重マスソロバンです。繰り上がりのある足し算、繰り下がりのある引き算を教えるとき、算数ブロックを活用する先生も多くいらっしゃるかと思いますが、何度も机から落としてしまったり、いつの間にか積み木遊びになってしまったりするお子さんいらっしゃいますよね。そんな子のためにできるだけ視覚的に分かりやすく静かに操作もできるソロバンがこちらの手作り二重マスソロバンです。それがあればブロックの操作が苦手な子でも集中して学んでくれそうですね。それでは実際に作ってみましょう。用意するものはこちらの3つです。1つ目がビーズです。2色用意してください。大きさは 12m ぐらいがベストです。2つ目がタコ糸です。ビーズを通せる太さのものを選んでください。今回2種類用意したんですけども、こちらのビーズタコ糸とタコ糸が太かったので、こちらの刺し子糸も用意しました。3つ目がコルクカラーボードです。コルクカラーボードはカッターで切れる薄い板で、サイズが大きいものであれば大量生産も可能になります。どれも100円ショップに行けばすぐに手に入りますね。はい、では作り方を説明します。それでは作り始めましょう。まずはコルクカラーボードを切っていきます。縦 20cm、 横 7cm ぐらいのサイズに切っていきます。カッターかハサミで切ってみてください。次に糸にビーズを通していきます。2つの色を用意したので、5個ずつ通して全部で10個用意してください。糸は少し長めに 40cm ぐらい最初に用意していきます。あとで調整しやすいです。糸がちょっと短いかもしれない。後ろで結んで、はい、だから2本完成しました。ただ同じ色を合わせてこのままコルクボードに留めていきます。コルクボードの4箇所穴を開けて、このように2列になるように紐を通していきます。ではこう、だいたい私が操作するので、あんまり近くなりすぎると動かすときにうまくいかないかもしれないので、少し間を空けておくと動かしやすくなりそうです。この状態だと緩いので、しっかり糸を締めて後ろ側で結んでいきます。この形で肩結びにしていただいてもいいですし、あとは後ろで穴の後ろで結んで留めてもらっても大丈夫です。横で横に結んだ方がもしかしたら糸が太くなるかもしれないですね。1個あたり10分ぐらいあれば作ることができました。簡単でしたね。もうちょっと穴のところで。それでは実際に使ってみましょう。はい、足し算8たつ6の計算なら、上の段は、8、下の段に6ということで、上の段に左側に8です。で、下の段は左側に5個出てます。で、この2つを足すなので、8の方に2
右側に置いてある2個をくっつけて10の塊にします。で下も同じ数ですね、下から2個引きます。で合わせて上と下合わせて10と4で14というふうになります。色を2色使い分けているので1から5と6から10が比較的に区別できるようになって覚えやすいですね。そうですね。では続いて引き算の方になります。引き算は12-7という計算の場合は上と下を合わせてまず12を引きます。10と下がそうですね、2です。で下の段の2から7を引くことはできないので上から7引きます。で残ったのが上が3、下が2なので合わせて答えが5になります。こんな風に使います。子供たちも引き算のコツをつかめば簡単に解けるようになりそうですね。ではいかがだったでしょうか。梅子作ってみてどうでしたか。作るの簡単でしたねこれちょっとハプニングはありましたけど力関係もちゃんとすれば結構材料も簡単に手に入りますし時間もそんなにかからず作れるので本当におすすめですね。指で動かすだけなので操作も簡単ですし1年生とかでも簡単にできそうですね。そうですね。あと結構薄くってこう軽いので連絡袋に入れて持って帰ったりとかでそれをお家で使ったりとかもできると思うので繰り上がり繰り下がりちょっと苦手だなっていうお子さんいたらぜひ作って渡してあげるといいかもしれません。お家でも結構簡単に作れそうなので、はいはい、皆さんも100均で作れる便利グッズのアイデアがありましたらぜひこちらのコメント欄に投稿してください。素敵なアイデアを積極的にこちらのチャンネルで投稿していきたいと思っています。このチャンネルでは先生方の授業準備に役立つ情報を毎日配信しています。本日の動画が役に立った面白かったと思っていただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。